また第1が入ってまいりました。180センチ近い長身とリーチを生かし、左と足を駆使して戦う右の典型的なアウトボクサータイプ。さあ、この畑大輔が一体どんなパフォーマンスを見せてくれるか。南米ペルーと、そして日本の架け橋、ボクシングで2つの国をつなぐ、その根性はすでに日本人。南ファン・カスティーヨ、リズミカルです。今日もこのリズミカルな、そして強烈なパンチが畑大輔を打ち抜くことになるのか。大きな歓声に迎えられ、南ファン・カスティーヨが入ってまいりました。新生所属、南ファン・カスティーヨ。同僚に崩れるのか、南ファン・カスティーヨ。新興所属、日本スーパーライト級6位、畑大輔。日本スーパーライト級6位、畑大輔、今日は KO で勝つのか。さあ、中山さん、やっぱり KO が見たいという気持ちがまた改めてするんですが。そうですね。さあ、どんな試合になるか。まず第1ラウンド、長谷川さん、この畑大輔ですが、はいはい、これまで21戦で KO は1つなんですね。はい、はい、そうですね。あの、決してパンチがない選手じゃないんですけど、自分の距離で戦うから、はい、やっぱし相手に懐に入れさせない、なるほど、なかなかポイントを取らさせない、なるほど、アウトボクサータイプではありますが、しかし一発の迫力を持っています。さあ、白のトランクス、畑大輔、そして燃えるような赤、ファン・カスティーヨ。カウンター組に当たりました。激しく出ていっています。ファン・カスティーヨ出ていっている。まあ、この南ファン・カスティーヨ選手は非常に信頼性が高くて、本当に外国の選手のボクシングを見ているような、ボクシングを見ているような、で、パンチも破格で、はい、今まで、まあ、ファン選手は2勝で2KO 勝ちしてますけど、はい、その倒し方も一発で倒せたんですね。ああ、なるほどね。やっぱりあのペルーの DNA を持っている。いや、そうですね。そういうことですよね。本当にあのボクシングは強っぽくないボクシングですね。なるほど。だからこの新生にも非常に楽しみな、また新たなタレントであります、南ファン・カスティーヨ。メインイベントはライト級の1回戦。すでに5分はなって試合は1ラウンド中盤。また大輔も油断ができない相手、南ファン・カスティーヨはこれまで3戦3勝2つの KO。 また新たな歴史を刻むか。いや、どこが勝った。非常に動きながらのボクシング。まあ、一応今始まったばかりなので、ファン・カスティーヨ選手が前に出て、はい、プレッシャーをかけて、はい、まあ、それをハト選手が迎え撃つという、はい、予想通りの立ち上がりです。そうですね、はい。高山さん、どうご覧になりますか。そうですね、はい、あの本当、畑選手、やりにくそうですね。そうですね、はい、赤が若干やりにくそうな、おーっと言っている、ファン・カスティーヨ。まず自分のリズム、自分のペース、自分の距離を作ろうと入ろうとしていってます。積極的に丁寧なファン・カスティーヨ。おーっと、赤に向かっていた。かなりあるでしょう。さあ、働いてどう立て直してくるのか。ちょっとびっくりしたでしょう。本当に勝ち左、ファン・カスティーヨの左。畑大輔としてはちょっとやりにくい相手が目の前に立ちはだかるか。畑大輔も打ってきました。第1ラウンドから南ファン・カスティーヨ、畑大輔、ダウンを奪いました。さあ、見てみましょうか。この右ですね。
された感じですね。そうですね、まあ、ハド選手見えてないパンチでしたね今は、はい、まあ、綺麗に顎の先捉えたんで、中村さん、そうすると、まあ、予想通り以来来たなって感じですよね。そうですね、ここから、ね、ハド選手の展開が楽しみです、はい。さあ、今の1ラウンドを強振に、次のラウンド、ハド大輔がどんな戦いを挑むのか、注目のラウンド。第2ラウンドゴングが鳴りました。まあ、畑選手もキャリアがやっぱりすごい21戦もあるんで、はい、まあ、それに比べてガスケ選手3戦、そうですよね、だから戦い方を変えてくる可能性もあります、ね、ああ、なるほど、畑がですね、はい、だから1ラウンド目と同じようにはいかない可能性もあります、なるほど、ただそのあたりは稲見さん、ガスケ は3戦とは思えない、そんな戦いぶりってことですか、まあ、アマチュアでかなりの成績を残しました、追い詰めていこうというようなそんな表情が見受けられます。南ファンカスティーヨ、情熱のペルーの DNA を持ち合わせ、そして日本も自分の国、今日は神戸でまたまた親しみ友人お世話になった方に感謝の勝利を捧げたいところがあります。